こんにちは、浦田健です。今日はですね、杉並区で問題になっている二重建築の話題でい、えー、きたいと思います、えー。この問題はですね、何かというと、もともとあった分譲マンションの敷地にですね、えー、6棟の新築戸建てができてしまった。 で、もともとあった分譲マンションがですね。容積率オーバー憲兵率オーバーになってしまったという問題なんですね、えー、この問題がなぜ起きたかというとですね。もともとこの分譲マンションの敷地はですね。借地であったと。 でこの借地地、えー、地ですね底地が地主さんで通常は分譲マンションのオーナーがそこを、えー、借りて、ま、建てるわけなので、えー、もしくはそれを建てた分譲業者がですね定期借地権あるいは借地権付きの分譲マンションとして、ま、売ったということになりますので、えー、分譲マンションのそれぞれのオーナー自身が、ま、借地人で、えー、あったということだと思います。ここれがですねこの底地を持ってらっ,しゃってらしゃ その地主さんが何らかの理由で、えーまあ、破産をして、で競、えーまあ、売にかかって、競、えー、売で落札した業者が、ですねこれ、名義変わったと。で、余っていた分譲マンションの駐車場として使っていたところを、まあ、転売をして、その戸建ての敷地を購入した戸建て業者が戸建てを建てたと。 で違法建築に分譲マンション側がなってしまったということなんですね。通常、ですね借地の場合にはこの借地の部分を売らなければですねこの駐車場の部分を仮に底地を売ったとしても借地権がついてますので勝手に建物をですねこの底地人がですね転売を受けた競売で購入した えー、底地人が立てることはできないわけなんですけども何らかの理由で、えーまあ、この側地と借地の部分がですね軽売で、えー、他人に渡ってしまったがゆえにですねこういった問題が出てきてるんだろうというふうに 思いますで、えー、競売で、えー、その土地をですね駐車場敷地を取得した業者は、ですねこれを転売します、まあ、当然、あのー、こういった問題というのは、不動産業者は認識しておりますので、当然、重要事項でも、ですね、えー、隣の分譲マンションのオーナーとトラブル、恐れがあるという重要事項説明のもとに、ですね、えー、まあ、転売、えー、土地をしたと思います。 でその転売を受けた戸建て業者はです、ねえー、特に、えー、それだけもう敷地はですね建築計画地は分離されてますし、えー、と建築基準法上もですね何らお咎がめもなく建てられるということになりますので、えー、これを建築を計画をしてですねまあ、杉並区に申請建築確認申請をしたわけですけども当然 あのこういった容積がですねオーバーしてしまうというですね、え問題は認識しておりましたからこれ行政指導するわけなんですけどもこの行政指導というのは何だ拘束力がないので、えー、またそのもともと競売で落差した業者それから戸建ての業者の間で一旦こう、えー、契約売買契約関係を変えて 消してですねまた別の業者に転売した形で第三者を返してまたあこの戸建て業者が買ってで申請をしたところ建築確認申請をしたところが、まあ、通ってしまったというところで、えー、これが問題になっているわけなんですね。私から考えるとですねこれは行政がですねしっかりこれは監督してですねこのような問題が起きないようにするためには やはりこれ建築確認をですね。下ろすべきではなかったと。ただ、この行政とですね。建築確認申請をこの審査する部門っていうのは全くこう。縦割りで切り離されてますんで、えー、しっかりですね。これをですね。区としてですね。ま1、あ、その建築指導課だけではなくてですね。 えー、認識して対応すべきだったんじゃないかなというふうに思います。で実際にこの戸建て住宅はですね、えー、まあ、多分売れてないでしょう。こういった問題がありますからね。えー、当然人も住んでないわけなんですけれども、今えっ、ー、と元々の分譲マンションの住人がですね、この軽売を で落とした落札した業者それから戸、えー、建て業者を相手取ってですね、えー、住環境を著しくこう悪くしたということで、えー、裁判をこ起こしておりますけれども、まあ、この裁判がですね、えー、白黒おー、まあ、仮に えー、どっちに転がるか分かりませんけれども、なったとしても、ですねこのマンション自体はですね、えー、既存不適格というです、ねえー、くくりになって、えー、即刻です、ね、解体しなさいとか、そういった行政指導は来ないと思います、えー、もっともです、ね、この行政の、な、ま、ん、ああのー、でしょう、監督の不行き届きというか、ですねそれが問題でこういった問題が起きているわけですから。 えー、そういった強制的にですね、容積率をおさ、えー、適法になるように、えー、解体しなさい、一部解体しなさいとかっていうのはできるはずもないと思いますので、このまま進んではいかれますけれども、まあ、もちろんですね、転売する時の価値というものは著しく下がってしまうでしょうし、だからこの建物自体がですね、昭和46年に建てられたということで、えー、もう50年近い。 ですね50年じゃないか45年ぐらいのまあ、歴史があるわけですね。もう10年もしますとですね、多分建て替えという問題も起きてきますし、当然、その昭和57年ですか、の新耐震基準にも合ってませんのでえ、耐震性を保有していない可能性もあります。そういった意味からあ、えー、今回のまあ 臨時のののマンンションの住民のですねこの分譲マンションに対するその価値というものは一時的に下がっちゃうかなとまあ,あその辺はお金で解決するのかどうか分かりませんけれども裁判の行方をですね、えー、しっかり見届けたいと思います投資家の皆さんに当たりましてはですねこういったですね、えー、ちょっと問題のある競売物件というのはたくさん出てます本当に悪気のあるですね不動産業者はこういうものを本当に 本当に二足三門で買ってきて、ちょっとトラブルを解消して、売ると高値で売れますからね、こういったことを専門にやっているハイエナのような不動産業者もいますけれども、一個人の投資家がですね、絶対こう手を出すべき案件ではありませんし、こういったものにはですね、手を出さないのがいいのかなというふうに思います。二重建築の話題でししした。ま、たたまま次回お会いいたしましょう。